やったことのあるバイト。おぉ。アルバイト。アルバイト。はい。アルバイト。うん、何かな圧縮するんです。なるほどね。この番組は、今日のスポンサーのセクションだ。お願いします。よっしゃ、いったなんだよ。動物園。そう、動物園。動物園へようこそ。ということでですね、10万人、行かせていただきましてですね、登録者の方ですね、本当にありがとうございました。おめでとうございます。すごい。ということで、いや、まあ、よっしゃ、すごい。大友人2人を今日はお招きしまして、動画を回していこうと思っておりまして、モテヤノベラの響きです。イエース。もうおなじみ、呼べ、呼んで。そしてこちらもおなじみ、ジルカのリッチョ。イエーイ。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとこの2人が揃うっていう、よくない？この感じ、うん、これね、ちょっとありそうでなかったね。確かにないね。待ち望んでた人しかいないですよ、ね、確かに間違いない。10万人全員望んだ、これは。本当にというスペシャル回なんでございますけれども、まあ、皆さん予想してると思うんですけど、はい、まあ、うん、後でまああれをやるんですよ、リアクション動画を。はい、結局、はい、おだけど一旦このせっかく3人揃ったんだから、まあ、いろいろちょっとお話ししたいなと思ってて。お、そうなんです。なるほど。そうなんです。もちろん、その、なんか、お互いのファンでさ、うん、お互いのことを知らない人も、まあ、いるかもしれないし。うん、はい。ので、ちょっと一旦、質問コーナーというか、そんな感じのトーク会、お送りしたいと思います。おー、さっき、すごい雑に、インスタグラムで、質問募集させていただきまして、この3人ね、インスタやってるんでね、登録してほしいんですけれども、そこでちょっといろいろ質問募集させていただきましたんで、という感じで、この動画がですね、大変貴重な回答になっておりますんで、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですと。このチャンネルではですね、日々こんな感じでアーティストさんの方を招いて、トークとか、あと発生関係の話とか、してるんですけれども、あと、響きもね、各 SNS やってたりとか、リコもいろんな SNS やってますんで、それぞれの、媒体登録ぜひよろしくお願いしますと。10万人だったら全員フォローしろー。10万人引けなー。治安がすごい悪いんですけど、登録してくださいって感じですね。じゃあ本編いっちゃいましょう。じゃあちょっとですね、皆さん、ご質問いただきましてありがとうございましたと、はい、いうことで、まあ、とりあえずもう一旦なんでこの3人なのかなっていう、この3人のまあ関係性、うん、なんでみんな仲良くなったのみたいな、やっぱいくつか来てたんで、はいはいはい、これちょっと行っていきましょうか。はい。俺と響き、あれどっちが先なんだろうね。リッチョと響きはいつ最初にあれしたの？これかなり古い。あ、かなり古い。え、マジ？実は。うん。マジ？もう魔法の日じゃなく古い。マジで。え、でもそんな？マジ？そんなっすよ。マジ？2017とか。あ、古いね。あ、でもそれぐらい。めちゃめちゃ古いね。え、なんで？え、もっと前か。20。いや、もっと前だよ。2016とかかも。やばいじゃん。15、16ぐらいか。15、16ぐらいか。え、すっごい、それなんで逆に？なんかのイベントであった？いや、もうその全然摩天楼の前。うん、そうだよね。いろんな、その、どっちか言ったらメタルコアやってた時に、メタルコア時代、ね、うん、そうだよね。そのビジュアル系のサポートもしてる時あって、うん、インソミルってバンドをサポートしてたんだけど、それがその、ジルカと対バンすることがあって。うん、なるほどね。そう。高輪ババエディアン。そう。すごいね。結構あったよね。そう、結構。1回、2回じゃない。おぉ、そうなんだ。そう、そのサポートしたバンドも割と激しめだったから。なるほど。そういうのもあって、ジルカと一緒にやることもあって。なるほど。なんかそんなにメタル系っていないじゃん、ビジュアル系の。そうだね。最近はそれこそ多い。しかも当時全然いないよね。そう。で、ちょっとその当時、その、全然ビジュアル系の文化知らなくて、はい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 。そのメタルコアの人たちってやっぱもういっぱいいたけど、そう来て、そうだよね。若干ちょっと舐めてた部分もあったの。なるほどね。メタルコアだと思う。そう。まあよくあるあるなんだよね。いや、嫌ってわけね。ジュアケってどんななみたいな。サポートの分際で。いや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 。うまいから。でも、リハとか見てて、まず、ジェーンさんがジルカの、フレッシュゴッドアポカリプスの T シャツ着てて、なんだこの人と思って。ガチだと思って。なんかやばそうだなと思って、リハ見たら、うわ、このバンドやべえって。ああ、いいね。そう。結構リアルに、そのジルカ見て、ビジュアケってすげえのいるんだなって思って。おぉ！やったよ！そこでイメージ変わったかも。
おお、マジ、ほんとに多分そこっす。いいイメージ与えたんだ、ちょっと。ありがとうございます。まあね、これが世界ですよ。世界行ったから。ワールドツアー。そう。ワールドツアーの初日を終えたばかりの。そうですね。響きの印象どうだったその時。響き、俺もリハーサルを見てて、その時っていうか、まあ今もそうなんだけど、対話したバンドさんのリハーサルを絶対見るの俺。はいはいはい。で、そのいろんなバンドが出てるから、見るよね。見るよな。響きのそのバンドのインソムニアが出てて、あのドラムなんだって思って。なるほど。うまいのよ、ひたすら。なるほど、なるほど、ね。すげえタイトだし、あータイト、ね、そのスネアの音とかもう全部粒がすごい良くて。お、いいね。なんか自分がこう思ったところにこう来てくれる。あ、いいね。あの、俺が自由自在に扱ってるような。なるほど、なるほど。はいはい。そんなすごいドラマ。お、すごいじゃん。なんでサポートなんだって思ったら。加入しろよ。あの時だって、一人すっぴんで、うん、まあそうか。全然その、なんていうんだろう。今でこそさ、ビジュアル系とかで衣装しっかりしてたりする。そうね、メタルコアバンドって全くないじゃん、そういうの。あの、うん、まあ、そのまま来ましたけどね。そう。私服で来ました、ね。マジで T シャツ短パンで。いや、ほんとそう。今も T シャツ短パン出るときあるけど。帽子とかね、うん。そういう日じゃない T シャツ短パンで。うん、うん。まあ、ユニクロで買ってきたんかみたいな。わかるわかる。それで出てる。なるほどなるほどね。そう。で、ライブ終わったらそこ買ってた。うん、はい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 。そんな中、そう。あー、なるほどね。あ、じゃあ、まあ、いい印象がお互いにあったんだね、うんうん。で、多分、じゃあその後だね、俺と響きは全然ね。いつぐらいなの2000あれ、うん、18か、9だね。9。9じゃん。13、リンチの、13、13のホールツアー、うん、中野サンプラザ公演。そうです。あとだよね。そう、あとの打ち上げで、焼肉屋さんで、そういう焼肉。そう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 、はずきさんと、うん、あの、いろんなメンツの人と、そうそうそう、焼肉食べてて、うん、同い年じゃんみたいな。そう、そこだね。あ、そう。ワイブスやみたいな、そう、感じで、仲良くなって、その後まで動画撮った今日みたいな質問コーナーやったな。みたいな。確かに。のを経て、うん、あ、見たことあるわ。そうそう、それそれそれ。あるわ、最初の。最初の初々しいやつね。渋谷で撮ったやつね。そうそうそう。そうなんだ。が、あすかしって、うん、で、なんか、リッチョが俺の動画見てくれてたんだっけ。そう。だよね、うん。ありがとう。で、それでさ、それで、なんか興味を持ってくれたみたいで。そう、すごいシャウトの、ドリフがいるって。いやいやいや、それこそデビルーフの、レイレイ、うん。そうだね。そう、ギターのレイレイに、うん、まあ、コロナ禍だったね、あれは。そうだ。確か。うん。そうだ。そう、魔法中盤ぐらいっていう、すごいやつを俺、YouTube で見つけたんだけど。はいはいはい。一緒に動画やってたよね、つって。ああ、そういうことか。そう。歌った。そう。歌ってみたやった。だから、うん、その魔法に連絡先、魔法の連絡先を教えてくれ、つって。そういうことか。レイレイから。ああ。そうだ。聞いて、魔法に、シャウトしてるの！ああ、そうそうそう。わかったよつって。そう。あったんだね。そう。そう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 。で、そして、なんか、蓋開けてみたら、全員、なんか、共通で知り合いで、そう。意外と、みたいな。うん。こんな感じで、今、今日に至る。意外とそういう、なんか、意外と繋がってました、みたいな、関係値なんでね。うん。じゃあ、この次なんですけど、この3人の関係性が分かったところで、うん。ちょっとこれ、おもろいなと思ったんですけど、それぞれの、やばいなと思うところ。やばいな。やばい。だから、紹介の延長で、はいはいはい、こいつのここ、知るって長いじゃん、結構みんな。はいはいはい。見てきて、こいつのここやべえな、みたいな。なるほど。なんでもいいと思うんですよ。性格でもいいと思うし、はい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 、楽器だの、うん、歌だのの面でもいいと思うんですけど、うん、で、なんかサクッと一人こうね、言っていくか、うん、順番にじゃあ、うん、響きが俺とリッチョのやばいとこ、まあサクッとこうなんか、うん、あ、なるほどね、うんうん、まあ2人のやばいとこはあ、共通ね、まあ、うん、ないやまあ、なんだろう、まあ声とかの話はさ、あ、まあね、知っちゃってるから、うん、確かになんだろうね、確かに確かに、まあ結構、まず魔法に関しては、うん、これは俺もそうかもしれないんだけど、うん、あの、いつ寝てんのかなっていう確かに。確かにね。確かによく言われるとね。そう、レベルの、うん。レッスンとかもやってるからね、その、そうだね、表だけでやる仕事じゃないと思う。そうなんだよね。そうだね。なんか、会うたびにね、うん、大丈夫なのかな、この人。って思ってる、ね。めっちゃ面白いな、それ。あと、やっぱさ、動画もすごい出すじゃん。めっちゃ、ね、動画のやっぱ編集の面倒さ知ってるから、ね。あ、そうだね。そう、それも含めて。8時間くらいかかる、ね。そう。あのトーク動画1本ね。すごいから。8時間かかるってね。なんかそういうとこも、なんだろう、とにかくこう、うまく仕事をしてるな。なるほど、なるほど。ってとこ？確かに確かに確かに。ありがとう。リコさんは、うん、まあ、とにかく面白いっす。いやー、ほんと。ほんとですか？いや、もうこんなテンション高い人。はい。なかなか。いや、いないよね。確かに。これ、前、言われたんですけど、うん、前、大阪で一緒会った時、うん、あの、アンコールセッションあったじゃないですか。うん、ああ、ありましたね、うん。アンコールセッションも、僕、割とリコさん寄りな、ムーブをしちゃう人なんですけど。うん、確かにね。あの時は、分かるわ、リコさんに負けてましたねっていう、ね、ご意見をいただきました。辛辣ですね。比較されちゃってる。やっぱすごすぎるな。太陽みたいなね。ただ、人だな、逆にね、うん、そのアンコールセッション
一緒に出た時に、うん、俺が思った印象は、うん、キャラかぶりしすぎだと思ってめっちゃ俺じゃんと思って俺が二人おるっつってで俺と響きだけだったんだよ あそこまでやってたの、まあ、他にもいた他にもいっぱいいたいたけど悪乗りしてたのは多分ここです、まあ、あのタイプビジュアル系に本当は多分いっちゃいけないのかもしれない。まあ確かに確かに間違いない。そう確かにね、うん、どっちかというとその太陽ってちょっとこう湿った感じの空気感が、うん、まあ昔からだと、まあ、ちょっと強いかもしれないから、ね、うん、そっかそっかそっか。みんなでこうマイク回ししてく中、うん、俺と響きはねずっと変なことやってて面白そう。そういうことね。そう。一丁のその明るいところがやる。明るさも。それはめっちゃ明るいですね。うん、じゃあ俺で言うと、うん、でも響きで言うと、これさっきちょっとあの裏で話したかもしれないですけど、ちょっと似てるんだけど、うん、あの響き機械だと思ってるんですよ。おー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 機械なんかもう淡々とドラムもそうじゃん。うん、もう、はいはい、いい意味だよ、うん。もう機械のように全部刻むのよ。はいはいはい、仕事も。うん、仕事も、ね、全部角張ってる。角張って全部カクカクしてる。もう悪くないよ。いい意味だ。全部この枠に全部収める。その綺麗にこう。はいはいはい、タイト、タイトなのよ。本当にそう。全部。30分刻み。いや、10分刻みかもしれない。そうそうそう。ドラムと仕事が。ドラムと仕事もそうだし、うん、さっきも垣間見えたのが、あの、今日ご飯食ったじゃないですか、さっき。うんで、うちの会社で出しますよ、そりゃ。飯ぐらい。うん、はい、はい。もう、律儀に、今日のカレーいくらって。そんな、出しますって言ってたわ。出すよ、そら。それ出しますまあ、じゃあ。っていうのがね、うん、響きの、やべえなって。なるほどね。思うところなんで。一応面ってことかな。いや、そうだね。本当にそう。とにかくタイトな。それはあるかもな。で、そうだよね。うん、思いますと。で、リッチョはね、さっきリッチョさ、自分でさ、うん、人の気持ちを感じるのが得意って言ってた。あ、はい、まあ、裏でね、言ってたんですけど、うん、まあ、それなんですよね。あ、気がめちゃくちゃ使えるんですよ。わかります？いや、そうはわかるでしょ。わかる。わかる。いや、でも、うん、マジ超影響妨害。めっちゃ影響妨害。やったった。なんかね、人の一歩先を行くのって大事じゃないですか。この人が求めていることをやっとくとか。うんうん、この人はこういう言葉が今欲しいからかけてあげるみたいな、うんうん、それをね、2個ぐらいいけんすよ、この人。2個ぐらいいって、そうですかこれとかね。これも2歩先のやつだから。なるほどね。そうそうそう。てる、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 てる。確かにね、でしょ、楽屋でめちゃくちゃ優しい。いや、そうなんだよね。そう。そう、この破天荒さもあるんだけど、うん、これすごい気遣ってくれて優しい。いやー、いいっすね。いや株がもう、やめてよやめてよ、二人とも。日本から消えるんだからいいじゃん。そうだね。日本から出っかんだ、こっから。統合してやる。本当にそうなんだよ。1ヶ月ぐらいいなくなるんだから。っていうのが、二人の思うすごいところですね。うん、ああ。りっちゃんどうすか？いや、俺はね、思いついた順でいいっすか？やっぱミュージシャンなんで、そうだよね。ミュージシャン目線でやっぱ見ちゃうんで。ああ、いいですね。はいはい、はい。じゃあ、まず響きからなんだけど、うん、まあ同じビジュアル系バンドやってるんで、うんうん、あの、まあさっきもね、あの、裏で、この動画を撮る前に言ってたんだけど、はい、響きは、急にすげえビジュアル系になったなって思って、超かっこいいなって思ったら、急にビジュアル系じゃなくなくなるんですよ。これはどういうことかっていうと、ヒビキめちゃくちゃ髪伸ばして、それ好きなんだよな、金髪ですげえかっこよくなったの。いやー、俺あのドラムめっちゃタイプだなみたいな。すごいかっこいいなっていうね。叩いてる時ね、ブンブン震えてね、そう、髪がね。めちゃくちゃかっこいいな、激しいしさ、うん、ドラムもね。そうだよ、通話してるから。男らしさもあるし、そうね、で技術もめちゃくちゃあって、で歌も歌えて、こんなドラマはなかなかいないじゃん。いないです、花があります。かと思いきやさ、急にめっちゃ髪短くて。誰やねんと。少年になる、急に。誰やねんって。そうそう。去年の夏っすね。そうだよね。夏。うん、それ面白いわ。急に変わるからね。わかる。怖いわ、マジで。暑いと来ちゃいますね。素直なんだよね。まあ、でもそういう、なん突発的なムーブっていうのかな。わかるわかる、はいはいはい、うん。なんかそういうのがすごいなって思います、ね。基本几帳面なんだけど、たまにすごいよね。そう、奇抜やることが。そうそうそう。たまにね、めちゃくちゃ奇抜なんだよね。うん、ああ、デジ取れてるやっぱりとか。そうだよね。たまにね。だってさ、この辺までさ、髪伸ばしたらさ、そうだよ。いや、ちょっとずつ切ってこうかなとかって普通は考える。様子見る。様子見る、様子見る。普通は。伸ばしたのに、急に、それもチャラス。そうそう。作り上げてきたのを急にぶっ壊すみたいな。すごいよね。そう、ちょっと、そのウルフっぽくしたくて、うん、後ろを伸ばしてたんですよね、あの時は。ああ、はいはいはい。でも夏だったんで。うん、なるほどね。
熱いの一言で。すごい。だからこれが俺アーティストだと思うんですよね。確かにね。すごいいいなって思います。ぶっ飛んでます。ぶっ飛んでる。仲良くなって数年の仲じゃないっていう感じの。ああ、はいはいはい。なるほどなるほど。だ性格がすごい合ってるから。確かに確かに確かに。はいはいはい、でね、魔法も、はい、あの、同じで。あ、はい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 。あの、まあ、割と最近なんだけど、ここ2年。そうだよな。2年3年ぐらい。うん、そうだね。2、3年だよね。うん。なんだけど、うん、まあ、初めて会った時の動画から、うん、まあ、初めてじゃない感覚だ。ああ、わかるわかる。だから、神回みたいな感じで多分この辺出てる。いや、確かに出てる出てる。確かに。いや、結構さ、うん、面白くやって。いや、そうね。そう、再生回数とかもね。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで。本当に本当に。その、やっぱ、性格が合ってるから。確かに。何でも楽しい動画をね。なあ、確かに。やってもらって。いや、好評ですよ、おかげさまで。うん、おかげさまで自分に行ったってなると思うんで。本当ですか？本当だよ。本当。いや、ありがとうございます。っていうのがね、うん、この3人がそれぞれ褒め合うっていう気持ち悪い、申し訳ないんですけど。男同士でね。そうそうそう。全員照れて終わるっていう変な感じのね、うん、やつです。キモッキッショキモッじゃあ次、うん。ちょっとこれ、派生してというか、さっきとはまたちょっと違うジャンルの話なんですけど、やったことのあるバイト。おぉ。アルバイト。アルバイト。はい。アルバイト、何かなって。うん、まあ、やったことあるよね、多分。うんうん。ある。ああ、ありますよね。ありますね。俺もあるんですけど、うん、じゃあ、逆に話していこうか。じゃあ、リッチョから。ああ、じゃあ、最初に持ってっちゃっていいですかね。うん、持ってっちゃって。おぉちょっと上がる。上がるね。いや、俺は、うん、あの、シンプルにガソリンスタンドやってて。ああ、そうなんや。へぇーね、こうやって、おらー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 って、カードお持ちですか早く待ったんでみたいな。元気だな。今のスタイルにちょっと通ずるものが。確かに確かに確かに。そうなんですよ。確かにぶつかんないそのオーライ。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。無限に言わないそれ。よく聞こえるってめっちゃ褒められてました。はい、そうですね。確かに。そらそうだわ。うん。活かせてる。そうなんですよ。そっかそっか。ガソリンスタンドで面白い。大きい声出してましたね。なるほど。ひたすら。バイクとか好きだしね。そうですね。そっかそっかそっか。まあ、ハードル上げた割にはでしたね。いや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 あでもまねいいっす。本当ですか。面白い。え、逆に、え、俺一回俺飛ばして響きの聞きたい。あとで理由も話すんだけど。響きは何やつなの、覚えてるやつでもいいし。テニス。テニスのインストラクター。テニス、えマジでマジでマジマジ。テニスのインストラクターそう、だから。ちょっと待って。絶対言ったりして。何を教えるんだよ。何の資格があってできる。君聞こえなかった今。気のせい。ごめん。動画止めちゃったわ。使う使う。あ、本当？そうそう。もう普通にだからあのボール行きまーす。おお。何々さんボール行きまーす。ってことはテニスが上手いってことだね。まあまあでもね、うん、あのやってまあ高校ずっとやってたから、はいはい、やってみた感じね。うんうん。試合と違うから。あ、はい、はい。全然できん。おー、できない。メンタルやれるわ。へぇー。要は、なるほど。初心者とかの人には、回転をかけちゃいけない。確かにね。あー、そっかそっか。確かに。なるべくポーン。ナックルでね、行くんだ。基本的には、こう、打ちやすいところに全部戻してあげる。ラリーを続けないで。うん、そうだよね。そういう能力ないから。そうかそうかそうか。むしろ打ちたくないところにやる人だったね。試合だ。グリップとかもね、全然違うのよ。持ち方。そう。持ち方。なるほど、へぇー。もう こんな風に持ってたな、あのもう、ナダルみたいにね。なるほど、はいはい、もう回転かけるために。そうか。いっちゃってるいっちゃっていいねそっちじゃないそっちじゃないっすね。そっちじゃないそっちじゃないそっちじゃないそう、もう真逆に持たないでね。そう、あ、そうなんだ。そうなんだ。怖い。真逆ね。本当にもうこうやって持ってたものを、こうやって持って打たないといけないから。ナダルリバースしないといけない。ナダルリバースしないといけないから。うますぎだから、めちゃめちゃ下手な人になったもん。なるほどね。ただのね。まあ、一応できるけど。インストラクターってそっか。ちょっと違うもんな。ちょっと違ったね。あー、なるほどね。いや、なんかなんで響きに最近聞いたかっていうとね。え、リッチはなんかその、スキーが仕事になってるじゃちょっと。あ、まあ。ガソさって絡んでる。はい。で、俺もそう。今から言うけど、響きなんかそういうのが絡んでるのかなと思ったら、意外と違うの出てくる。え、でも絡んでるし。その時はだって、だからそうか。テニスプレイヤーになりたかったから。ああ、なれるわけないよ。だからドラムやってない、まだ高校と。そういうこと。あ、じゃあ絡んでるね。そう。うまくなるの早すぎじゃない確かに。死ぬほどやったんで。小学生ぐらいからやってたし。そうだよね。そうだね。グリップの握り方とかあれなんじゃない？こういうさ。あ、そうそう、よく知ってる。ドラムもさ、なんかあるじゃん。ああ、いくつかありますね。あれ、テープ巻く人？
巻く人になってしまった。じゃあテニスプレーヤー。いやでもそうだね、巻くもそこも巻くもテニスね、テニスプレーヤー、ティーね、ティーね、そうそうそう、大丈夫です、大丈夫ですか。じゃあ絡んでるね。俺はですね、いろいろやったんですけど、バイトは、うん、一番最初はね、あのね、塾の先生やったんですよ、うん、最初はね、うん、ちょっと頭色出してきた。塾確かに、いやなんかね、並行塾講師って稼げないんですよ。あ、そう、塾講師はもうマジで稼げないんですよ。あれね、システムが良くなくて、うん、授業してる時しかお金発生しないんですよ。だから、あ、そう、移動とか、移動、そう、家庭教師、ね、いや塾講師、あ、塾内でやるやつなんだけど、うん、90分授業するじゃん、うん、それ90分しか時給出ないわけ、うん、だから何個もやんじゃない、何個もやるけど、うん、2、3コマやるんだけど、うん、2、3コマなんですよ、うん、だから3時間とか4時間とか、あー、なるほど。だし、その間の拘束時間は時給が出ないのと、うん、あとその生徒のカルテとか作ってる時は時給出ないんですよ。え、やばやばいよね。多分今もそうなんだと思うんだけど、テストの採点とか多分そういうの出ないの、授業だけが出るのよ。これ大丈夫これ、法律的にってとは思うんですよ。それやばいね、やばいよね。それやばいよ、やばいよね、やばすぎ、そう、やマジ。なんかその分なんか時給高いイメージあるじゃないですか。そうだね、時給いくら2000、3000みたいな。あ、はい、はい、まあそのイメージだね。それにまんまと僕も釣られたんですけど、授業をしてる時はその時給だけど、それ以外を換算するとね、1000円いってなかったんじゃないかな。やばいですよ、やばいよね、うん、だから塾の講師とかを志望してる人はちょっとバイトはちょっとあの検討した方がいいかもしれない。なるほどね。そのあれよく見た方がいいかもしれない。よく見てやってみるといいかもしれないですね。はいはい、これさっきの話からすると、うん、勉強が好きだったってこと？いやなんか教えるのが好きなの。あー、なるほどね。もともと、はいはいはい、繋がってるわ。そう、もともとだからそのルーツがみんなあっておもろいなと思って、そういうこと、そうそうそう、うん、それがあんのかなと思ってこの質問を拾ってみたんですよね。僕は心当たりがあったから、なるほど、ね、面白い話がいい感じですね、いろいろありましたね。ひびきさん、あのこれ次の質問なんですけど、リッチョの質問、リッチョに対しての質問っていうかこれリクエストなんですけど、うん、ジジイシャウト、はい、やってください、教えてくださいってちょっと質問来てて、ジジイシャウト、ジジイシャウト、なるほどね、そう、得意な、ジジイシャウト知ってます？いや知らんすね、知らない。なるほどね、じゃ教えてください。それはそうです、じゃあここで、じゃあ俺もね、ちょっとここで教える機会ができたんで、うん、はい、あ、いいですね、みんながしっかりできるようにしっかりやりますから、ね、そうそうそう、教えて、教えるから、教えてほしい。まず息を吸います、うん、はい、そうです、鼻から息吸います、そうなんで、ね、ちゃんと息いっぱい使うんで、そう、はいはいはい、息の量を吐けば吐くほど かっこよくなるっていうか、うん、音量も大きくなるしね、シンプル、はい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 、で、これで普通だったら、うん、いやーめっちゃかっこいい、これでもすげえ音でかい、全然いいの、全然かっこいい、全然申し分ない、正直これはシャウトですね、うん、はいはい、ジジイシャウトじゃない、これは自分でもそう思ってる、申し分ないんで、これだけでも。そうだよね。ベースのシャウトだよね。なんだけど、うん、こっから息をこう圧縮するんです。なるほどね。圧縮中。ジップ。ジップ。うわー、おー。ちゃんとすげえんだよな。こうやって、息を圧縮することによって、音量も上がるし、うん、圧も出るんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。これがジジイシャウトです。なんでジジイシャウト？ジジイ要素は、ね、そうなんですよ。ジジイっぽくないですか？声なんで。声が。ああ、まあ声がというよりも、まあこれはちょっと自分のお話になっちゃうんですけど。あ、はいはいはい。やっぱ幼少期が、あ、はいはい、クソ悪ガキ。ああ、なるほど。毎日のように怒られてて。はいはいはい。怒られた時にそういう大きい声をね、やっぱ、まあ、学校の先生とか警察官の人とか、あ、まあそうだよね、も怒られること、大人の方々ね、大人の方々に怒られてるのを聞いて、はいはいはい、これはメタルに使えると思って、すごいな。それはそれはちょっとすごい、当時の思考がすごいな、そういっぱい怒られてたのを聞いてたから、はいはい、そういうジジイっぽい、あ、なるほどね、圧のあるというか、当時からしたらジジイですからね、うん、大人の人たちは、そうですね、その声の圧をね、ああなるほど、声だけで威圧できるっていう、あー、なるほどなるほどなるほど、もう威圧もお客さんを威圧するぐらいのつもりで、うん、圧縮するといいらしいですよ、いいジジイになります。よりだからエモーショナルなシャウトをしたい時に、うん、今みたいに空気を圧縮して、そうめちゃめちゃ時間かかります。圧縮どうやんすか、圧縮は確かに前うまいじゃないんだよ、で一回圧縮して、うん、もう散々溜まったなと思ったら一回息を止める、うん、なるほどね、そう、じゃあちょっと響き一回やってみよう、ちゃんとやってみよう、吐きができないんで教えてほしいですね、ちゃんとやってみるんだよな、そうですね、だからそう、吐きこそ息の量をいっぱい吸うことが一番近道で、うん、とりあえず叫べばいい、
すぐ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 大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫じゃん。ちなみに、あの、今、はい、あーってちょっとこう下がっちゃったんですよ、はい、これを前にこう、前に飛ばしてみて長いっす長いっすね、長いっすね1本作れます自陣シャウトのやり方の動画で1本作れますこのまま続いた場合確かに、じゃあこの辺にしてそう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 そこも圧縮しなくていいそうですねここそう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 じゃあここは、あの編集で圧縮してもらえればわかった、やり方わかったと思う。練習できると思いますね。ちょっと怪しめな、攻めめな質問ですけど、はいうんはい、あの、何フェチですかっていう。おぉ。何フェチそうだね。だからまあ、何でもいいんじゃない基本的にはその異性の魅力的に感じるポイントとかのことだと思うんですけど。まあ、いろいろありますよね。いろいろありますよね。髪とか首筋とか、ね。いや、そうだね。あ、ベタだよね。そう。匂いとかね。ああ、そうだね。そうだ思うけどね、エグザイルインスパイアの短パンだって何にお金をかけますかっていうなるほど質問